おはようございます。今回は TikTok の撮影の裏側というところで、YouTube の方では配信していきたいなと思います。今日は Vlog を撮るための、撮り方みたいなのを TikTok であげようと思ってるんですけども、 Vlog っていうのはブログの動画版みたいな TikTok の方で、配信しようかなと思ってて、でそれの撮影の裏側を、YouTube の方で配信していくので、よかったらチェックしてみてください。まず足元ですね。で撮り方は大体こう足元を映してあげて、次は足元を撮ったんで、ここら辺でスマホをこうでそこを駆け抜けていくという形にしたいんで、ちょっと近くの棒っすね、棒をチョキッと折って、こんな感じか。基本的になんか三脚とかあったらいいんですけど、一旦はねこんな感じでいいかな。なんかその辺にある棒をねこう支えにして、基本的にはこうローアングルと低い位置で撮った方が、ここをこう駆け抜けていくときにいい感じになるんで、これでねちょっと駆け抜けていきたいと思います。でロックがレッグボタンを押して駆け抜けます。例えばですね、こういうこれ綿飴じゃないわ、なんだっけ、猫じゃらしを、スマホの内側に当ててあげると、こういう感じですね、当てると茶取り寄るやん、何やで、うわこれ、うわどうやん、どういうやつどういうやつ、うわーすごいな、これすごくない、うわで、これに猫じゃらし、I got room and make amends, but can't go through.